君は学校の先生に恋をしたことはあるかな？1986年10月13日、岐阜県岐阜市、とある高校の美術室で授業が行われていた。教壇に立っているのは K という男性教師。K は派手なブランド物のアクセサリーを身につけ、最先端のファッションをしている個性的な教師として知られていた。また喋りもうまかったため、授業中に冗談を言っては生徒を笑わせ、非常に人気のある先生だったんだ。しかしこの日の K は普段とどこか様子が違った。冗談は少なく、しきりに美術室の奥を気にしている。そこに置いてあったのは一つの大きな木箱。その周りにはまるで何かを隠すかのようにパネルやスケッチブックが雑然と積み上げられていたんだ。 K が落ち着かないのには理由があった。なぜならその箱の中には決して人に見られてはいけないものが入っていたからだ。その箱の中身はなんと教え子の遺体。アルゴ X Presented by アルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナ・テミスだ。今回ご紹介するのは1980年代の日本で起こった岐阜高校教師教え子殺人事件について。高校教師 K は殺人を犯すような人物でありながら生徒から絶大な人気を集めていたという。この男はいかにして生徒たちの心を捉え、そして命を奪ったのだろうか。まずはこの男の表の顔からご覧いただこう。型破りな人気教師。1979年4月、岐阜県郡上市。この町のとある公立高校の体育館で始業式が行われていた。新たに転任してきた教師たちが全校生徒に向かって挨拶をする中、女子生徒たちの注目は一人の教師に集まる。美術を担当する K と申します。これからよろしくお願いします。K は当時31歳で端正な顔立ち、教師としてはあまり見つかわしくない最先端のファッションで身を固めていた。若くルックスのいい K は女子生徒の間ですぐに人気の先生となっていったんだ。まもなく K は面白い先生としても評判を集めた。冗談を言って笑わせるだけにとどまらず、当時若者の間でブームとなっていたローラースケートを履いて授業をすることもあったという。こうしてこれまでの教師のイメージを覆していった K は、型破りな教師として男女問わず生徒から好かれるようになったんだ。そんな K が転任してきてから特に親しくしていたのが女子生徒の S さんだった。彼女は学校でも評判の美人で、密かに思いを寄せていた男子生徒も多かったことだろう。 S さんは美術部員というわけでもないのに、毎日のように K のいる美術室を訪れ、たわいのない話をしていた。そして彼女の心の中には恋心が芽生え始めていたんだ。転任してすぐに押しも押されもせぬ人気教師になった K。 このように圧倒的な人気者が誕生する背景にはある人間の心理が働いているんだ。ここで本日のメトラーキーワード、バンドワゴン効果について。多くの人が支持している商品や人物が魅力的に見え、人々からの支持がより一層高くなる現象のこと。これは人間が持つ他人に遅れを取りたくない、勝ち馬に乗りたいという考えから生じるものなんだ。行列ができる店に絶え間なく客が訪れるのもこうした人間心理が働いている。一度型破りで人気の先生となった K もこの効果により、最初は特に興味を持っていなかった生徒の目を引き、その人気は雪だるま式に大きくなっていったんだ。ちなみにバンドワゴンとはパレードの先頭にいる音楽隊を乗せた馬車のこと。そしてバンドワゴンのように賑やかで楽しい先生の K ならばと、女子生徒の S さんはある相談を持ちかけたんだ。しかし S さんはまだ知らなかった K が恐ろしい本性の持ち主だということ。卒業したら就職したいと考えてるんですけど、なかなか決まらなくて。 S さんはある日、高校卒業後の進路について相談していた。なるほど、じゃあこんな仕事なんてどうだ？君にぴったりだと思うよ。この時 K が S さんの就職先として提案したのはモデル事務所。容姿がいい S さんならばモデルとして活躍できると考えていたのだろう。 K は早速名古屋のモデル事務所を S さんに紹介している。その後審査を受けた S さんは見事に合格。こうして S さんは高校卒業後モデルとして活動することになったんだ。ところが S さんは数ヶ月でモデル事務所を辞めてしまっている。モデルの世界は非常に厳しく、結局はほとんど仕事をもらえなかったんだ。その後 S さんは化粧品の販売員として働き始める。また高校を卒業した後も S さんと K の関係は続いていた。 S さんは上司の愚痴などたびたび K に電話しては相談に乗ってもらっていたという。間もなく2人は教師と元教え子ではなく男女の関係となっていったんだ。
年の差や教え子と教師という関係を超え、ついに交際し始めた二人。しかし交際が始まると K の態度に変化が起こるんだ。ごく普通の高校の駐車場に突如少々場違いな一台の高級外車が現れる。停車したその車から降りてきたのはなんと学校教師の K。 またこの時 K の左手には高級時計がつけられていた。高級会社で出勤する教師の噂はたちまち広まり、他の学校にまで知られていたという。突然高校教師の給料では到底できないような贅沢な暮らしを始めた K。 その裏には交際中の女性、元教え子の S さんの存在があった。というのも K は S さんにある店を紹介し斡旋していたんだ。君なら絶対一番になれるさ、やってみないかい。この時 K が S さんに働くように勧めていたその店とはソープランド。ソープランドとは女性の店員が男性客に性的なサービスを行う店のこと。 K は容姿のいい S さんならすぐに人気となり高額な収入を得られるだろうと考えていたんだ。 K のこの思惑は大当たり。 S さんはたちまちその店で人気ナンバーワンとなり大金を手にしたんだ。そしてすぐさま K は S さんにこんな申し出をしている。お金は一旦僕が預かるよ。君のために貯金するから心配しないで。 K のことを信頼している S さんはこの提案を受け入れる。しかし K のこの発言は全くの嘘。 K は S さんが稼いだ金を使って外車や時計、一流ブランド品を購入し自らの物欲を満たしていったんだ。自分の元生徒に体を売らせて豪遊する K。 この強欲な男の本性に迫るため K がこの高校にたどり着くまでにどんな人生を歩んできたのかを見ておくれ。人気教師の裏の顔。K が生まれたのは1948年、場所は岐阜県大垣市。 K の実家は地元でも有名な金持ちの家だった。幼い頃に大病を患った K はそのこともあってか両親から甘やかされて育ったという、いわゆる典型的なお坊ちゃまだ。東京の大学を卒業した後 K は地元の岐阜に戻り高校の美術教師となった。この頃 K は資産家の医者の娘と結婚し後に3人の子供を設けている。そう、 K は既婚者でありながら S さんと交際していたんだ。とはいえ S さんも K に妻がいることを承知で付き合っていたというから恋愛感情というものは厄介だ。そもそも K は人気教師である一方何人もの女子生徒との交際が噂され問題になっていた。そして時には同僚の女性教師に手を出すこともあったという。 K の黒い噂は女性絡みだけではない。ある時 K は進路で悩む男子生徒の親にこんな話を持ちかけている。息子さんの成績でもお金さえあれば大学には入れます。僕の言っている意味が分かりますよね。なんと K は学校教師でありながら裏口入学を進めていたんだ。 K は派手に遊ぶ金が欲しかったようだがお金の管理は妻がしており自由に使えるお金が限られていた。そこで裏口入学の話を持ちかけ仲介することで金を得ようと考えたのだろう。そしてもう一つ K が大金を得るために考えたのが愛人を作ること。そのターゲットとなったのが元教え子の S さんだったんだ。実際に K は S さんに夜の仕事をさせることで大金を手に入れることに成功。およそ2年間の間で K が手にした金額はなんと2400万。K の行動の全ての目標は金を手に入れ自分の欲望を満たすことだった。しかしあまりにも派手な生活をしすぎたことでついに S さんにも浪費がバレてしまい問い詰められることになったんだ。私のお金使ったでしょ、将来のために貯金してくれるんじゃなかったの。2年間の努力を台無しにされた S さんの怒りは頂点に達していた。ごめんごめん、悪かったってば。この時 S さんは怒ると同時に激しく傷ついてもいた。自分は金のためにもてあそばれただけ、そう感じていたんだ。 S さんは涙が出るのをこらえながら一つの提案を投げかける。だったらさ、別れてよ。奥さんと別れて私と一緒になってよ。そしたら許してあげる。 K は罰が悪そうにこう答える。いや、さすがにそれは無理だって。この K の態度に S さんは激高。ついにこの言葉を口にする。一緒になってくれないなら今までのこと奥さんにも学校にも全部言うから。 K は S さんから脅迫されちっと小さく舌打ちをする。そして心の中でこうつぶやいたんだ。ああ、もう潮時だな。仕方ない、殺すか。今までのことが公になれば妻とは離婚、教師も辞めざるを得なくなると考えた K は口封じのために S さんを殺害することを決意。あまりにも身勝手な考え方だがその計画は実行に移されてしまうんだ。
最後のデート。1986年10月11日夜10時、その日2人はドライブに行くことになっていた。 K の自宅近くで S さんを車に乗せることになった時、 K はこんなことを頼んでいる。万が一妻に見られたら困るから、一旦この箱に入ってくれ。 K が差し出したのは人一人入れるサイズの大きな木箱。 S さんは K に言われるがまま、その木箱に入る。その時、K は背後から金槌で S さんの頭を数回殴りつけたんだ。そして紐を使って首を絞めようとするが、 S さんは激しく抵抗。焦った K は S さんを木箱に押し込んで鍵をかけた。どうすべきか迷った K は車を走らせる。行き先は現在 K が働いている岐阜市にある高校だった。K が S さんの入った木箱を運び込んだのは慣れ親しんだ美術室だった。木箱を開けると、まだ意識が残っていた S さんはこう訴える。先生は私の夢もお金も全部摘み取ってしまったじゃない。でもお願い、命だけは助けて。元教え子の命乞いは K の耳には届かない。 K は S さんに睡眠薬を無理やり飲ませ、両手首をビニール紐で縛った。頼むからもう死んでくれ。そんな思いを込めてか、 K はタオルなどの布類をその木箱に詰めていく。やがて木箱内の酸素はなくなり、 S さんは窒息死してしまったんだ。最後の瞬間までなんとか生きようとしていた S さんを無残にも殺害した K。 この時彼の頭にあったのは罪悪感ではなく、死体をどう処理するかという悩みだった。 K は S さん殺害後、特にいい処理方法が見当たらず、なんと2日間遺体が入った木箱を美術室の後ろに隠して授業をしていた。周りにはパネルやスケッチブックを積み上げ、さらに彫像やイーゼルを並べていたため、生徒からは見えなかっただろう。しかし K は死体の存在がバレるのではないかと気が気ではない。授業中突然生徒にこんな質問をしている。おい、誰かパネルを動かさなかったか。この時 K はひどく怒ったような表情だったという。遺体からは腐敗臭もしていたため、ずっと美術室に置いておくわけにもいかなかった。そこで K は遺体を完全に処理しようと試みるわけだが、ここに来て彼は大胆な行動に出る。 K はその夜誰かに電話をかけていた。はい、もしもし。電話に出たのは若い女性。挨拶もそこそこに、 K は早速こう切り出す。困ったことになった、協力してほしい。とにかく学校に来てくれ。この時 K が助けを求めた人物、それは元教え子の H という女性だった。この状況下で他人に助けを請うのも驚きだが、何より異質だったのは彼らの関係性だ。というのも、この H という女性、彼女は K のもう一人の愛人。K は S さんと交際しながら、別の元教え子である H とも愛人関係を持っていたんだ。ちなみに S さんと H は大して面識はなかったものの、同じ高校の生徒で H の学年が一つだけ上だった。 K は H の力を借りて学校から巨大な木箱を運び出すことに成功。そのまま車で岐阜県羽島市の中古車展示場へと向かった。そこで S さんの遺体に火をつけ、その場を立ち去ったんだ。ほどなくすると近くに住む住民が火の手が上がっているのを見つけ、消防に通報。駐車場から焼けこけた S さんの死体が発見され、警察は自殺と他殺の両面で捜査を始めたんだ。一方 K は S さんの部屋に侵入し、自分につながりそうなものを全て H の部屋に移動させ、証拠隠滅を図っている。実は殺された S さんと共犯者の H は同じマンションに住んでいた。おそらくこれは偶然ではなく、 K が2人の愛人を同じマンションに住まわせていたと考えられる。しかしこういった証拠隠滅は時間稼ぎにもならなかった。警察は S さんの遺体から身元をなんとか割り出し、こういう関係をたどり、 K の元にたどり着いたんだ。1986年10月19日、警察は K を殺人と死体遺棄の疑いで、また H を死体遺棄の疑いでそれぞれ逮捕。逮捕の理由として何より決定的だったのは、 K が S さんの銀行口座から現金36万円を引き出す様子が防犯カメラに捉えられていることだった。多くの人々の人生を狂わせた学校教師 K に下された判決は無期懲役。死体処理を手伝わされた H は懲役1年6ヶ月だった。学校教師が生徒に手を出すという事案は現在でも後を絶たない。卒業後に正式に結ばれ幸せな家庭を築いている人たちもいるにはいるが、大抵の場合あまり幸福とは言えない結末を迎えているだろう。そしてそのような問題を起こしても問題教師が再び学校に戻ってくるケースもあるんだ。そこで日本では2023年4月からわいせつ行為などで処分を受けた教員の情報を共有するデータベースの運用が始まっている。問題を起こした教員を再び教壇に立たせないことで、このような事件が再び起きないようしっかり活用されていくことを願うばかりだ。